今日は卒業生で現在弁護士をされている江藤真理子さんにインタビューをしていきたいと思います。東大に入ってよかったことや現在のキャリアについて聞いていきたいと思います。じゃあ、江藤真理子です。平成2年平成2年に大文化一類に入学しました。高校はお茶大附属高校東京のを出ています。で、V1 に入った後ほぼ駒場にはほぼ来ないって言ったら語弊がありますがむしろ運動会のテニス部に入って野球部の隣でずっとテニスの練習をするっていうのがほぼ4年間でした。で、大学出た後にすぐ三井物産に就職をしましたんですが割と大学出てすぐ友人がたくさん司法試験どんどん受かっていったのもあって、やっぱりちょっと資格取ろうかなと思って司法試験を受けることにして、で、会社が比較的忙しいというか夜まで飲んだり歌ったりする文化もあったのでちょっと勉強なかなか両立できなかったがためにちょっと会社を辞めて、で、それで試験勉強して、で、20年ぐらい前に弁護士になって、で、今継続して働いているという状態です。はい、ありがとうございます。もともとでは在学中は在学中や高校時代から司法試験を受験する予定があったというわけではなく、はい、あくまでもう卒業されてからしようと思ったって。はい、そうです。はい、学生時代は図書館で司法試験の勉強してる友達を見てよくやるなと私はあれはできないなと思ってました。はい、文化一類に入られたのはどうしてなんですか。はい、一番潰しが効くと言われたりもして、あと興味が割と社会科学的な方に興味があって、それで選んだのと、あとは年に1回しか当時試験がなかったんですよね、法学部って。はい、なので運動会と両立がしやすかったっていうのもあります。はい、ありがとうございます。そもそもその東大を目指すってなったきっかけみたいなのがあるんですか。東京に住んでいって、で、そんなにうちもみんなじゃんじゃん私立行っていいよっていうような家庭でもなかったので、できるだけやっぱり親の負担は小さくしたかったので、そうなると東京の国立大学っていうので絞られました。結構周りも目指してる、女子学生とか多くてっていう。そうですね、同じ高校から当時20何人か受かったんですよね。当時はなんかだから20何人一緒に受かったので、割と東大受けるのが自然でした。ズバリ東大に入学してよかったと思われますか。とっても良かったです。はい、はい、それは在学中で楽しかった思い出だったり東大ならではの出来事だったりがあれば教えていただきたいです。はい、一番何が良かったですかって今聞かれると、テニス部に入ってそこで得難いもう本当に友人関係人間関係を得られて、今もなおそれが仕事でも生活でも生かされてるので、本当にそれは感謝でいっぱいです。旦那さんもテニス部です。全然素敵ですね。すいません。あれですか、周りでも出会ってる方っていらっしゃいます。そうですね、やっぱりまあまあ多いですかね。はい、素敵ですね。それはでも結構東大は多いって聞きますよね。なんか、はい、噂聞いたことあります。じゃあそれに関連してなんですけれども、現在の進路に悩む女子高校生に東大をおすすめしたいと思われますか。
もう絶対目指してほしいです。はい、いくつか理由があればお聞きしたいです。そうですね、ちょっと私の場合は体育会の運動会のテニス部に入っていたので偏っているかもしれませんけれども、なかなか私立の大学でテニス部に入ろうと思うと、もう本当全国レベルの子ばっかり集まっているので、入りづらい環境があるみたいなんですよね。でも東大だと本当都心で総合大学で医学部の子もいるし、文学部の子もいるし、工学部の子もいるし、いろんな人がいる中で、なおかつ運動会に入って、そんなに腕に覚えがなくても運動会に入って、まあみんなでこう活動できるっていうのはすごく魅力的だと思います。でどの部も結構みんな本気でやってるので、まあ当然全国のトップレベルにはいかないですけれど、割とまあまあそんなに弱くなく力を発揮できるので、それが良かったなと思ってます。あと もちろん大学の出た後に、私は弁護士をやってるので、東大の法学部の先生と会う機会とかも次第に増えてきた時に、やっぱり同窓同士なので話もしやすいですし、臆することなく、まあ臆してますけど話しやすいのも貴重かなと思ってます。在学中のコミュニティに恵まれるという面でも、ご卒業後のキャリアとしての、はい、なんていうんですか、人とのつながりに恵まれるという意味でも、すごい東大が魅力的だっていうふうに感じました。そうですね、まあ、多分ね、それぞれの大学で同じようにあるとは思うんですけれどもね、だから唯一東大で違うのは、その運動会に入りやすいっていうのはあります。面白い話、ありがとうございます。もう一度私から、在学時だったり特に就職活動時におけるそのキャリアプランと変化っていう過程を教えていただきたいです。そうですね、これは私は、学生時代はその運動会の活動を中心にしていて、ちょっと勉学はおろそかになりがちだったんですけれども、一般企業に入ってで、割と国際的な機会のある会社が面白そうだなと思って総合商社に入社をしたんですけれども、結局結婚することになった相手がやっぱり会社員で、その夫となる人は自分は多分いろんな転勤をすると思うという話も聞いて、あとはその友人たちが大学卒業に3年してたくさん司法試験に受かっていって、で自分も総合商社で割とその法律とかに関係のある部署にいたので、そういう要素から、あ、これやっぱりもうちょっとちゃんと勉強して、ちゃんと理解知識つけて働きたいなと思って、で思い切って会社を辞めて勉強することにしました。はい、で弁護士になってからは弁護士の仕事は忙しかったり、結構プレッシャーも大きかったり、ある意味きつい危険な仕事なんですけど、まあ、やりがいはあるので、20年弁護士は辞めずに続けてきてます。なんか司法試験を受けるモチベーションとしては、なんかそうやって周りの人がこう取って活躍してたりとか仕事に生かしたいっていう気持ちだと思うんですけど、その資格を取った先のこうプランみたいなものはあったんですか？実は司法試験受かって収集所に行くときに、私は一人に子を産んでしまおうと思いまして収集中に当時は出産をして復帰しても卒業ができたので、今はできないと思うんですけど日数の関係で、つまり割と2頭を追ってしまったので、家族も増やそう、で弁護士としてもやろう、でそうした時に
弁護士としてこういうふうにやりたいっていうのは、なんていうのかな、本当だったら子供を産まないで、留学もしてアメリカかイギリスかどっかのロースクールにも留学して、もっと高めてから出産してもよかったんですけど、まあ、子を持つことを優先させたので、キャリアプランとしてもそういう意味ではちょっと自分の生活と両立できるところで、っていう感じで留学をするっていう道は、まあ、ちょっと諦めてしまったっていうのはありますね。留学は実際にはされなかった。結局留学はさすがに今子供2人いるんですけどまあ、赤ん坊がいるとなかなか留学も難しいので、でも実はですね、少し前から日本にテンプル大学っていうのがあって、そこにロースクールがあるんですね。でそこは日本で唯一、日本にいながらLLM っていうそのロースクール の, 卒業ができる制度になっていて、実はそこに1年半ぐらい前から夜行って、はい、少し勉強してます、はい、本当はそのテンプル大学は自分が希望すればフィラデルフィアかローマかにもキャンパスがあって1学期そこに行ってリモートで仕事すればいいんですけど、さすがにそれをやった人に聞いたらもう寝る暇がないって言ってたので、ちょっとそこまでやるのはやめようかなと思ってます。東京だからこそ広がる選択肢があるというふうに。そうかもしれませんね。だから今この1年半ぐらいは週に1回だけなんですけど、その夜三軒茶屋のテンプル大学のキャンパスに行って勉強して、で2日前に学期末試験があったので、久しぶりに緊張してテストを受けたりしてきました。で確かにそうですね、週5日、まあ、東京で弁護士やって1日夜ちょっと抜けて大学院に行くっていうのは東京ならではかもしれないですね。ご出産、子育てと弁護士にまずなるっていうところだったり、なってからの両立っていうのは、まあ、難しいところもあると思うんですけれども、ご出産時の葛藤だったりとか、あと今難しいなって感じてることとかだったりがあれば教えていただきたいです。今はですね、もう全然難しいことは終わってしまって、娘たちがもう大学生と高校3年生なので、もう私がいなくてもむしろ子供たちの方がしっかりしてるのでもう全然その楽になったというか、本当に楽になって寂しいぐらいですで子供たちがちっちゃかった時はやっぱりその7時半までの保育園に絶対お迎えに行くんだっていうのがあって、本当に時計にらみながら7時13分には出ないとタクシーを飛ばしても班には間に合わないと思いながらリサーチしたり仕事したり、でもまあ普段だから朝4時に起きて7時半ぐらいまで家で仕事をして、で子供たちを送って事務所で働いてっていうような、で帰ってきてピックアップして寝かして一緒に寝ちゃってまた4時に起きるみたいなことはしてました。執筆のお仕事とかこう幅広くされてると思うんですけど、そういうのってこうご家庭の、まあ、こうやることとかとこう加味してこう調整したりとかっていうことはできたんですか？多分周りの人が知らず知らず配慮してくれてた部分もあったかもしれないんですね。やっぱりでそれは本当に感謝しなきゃいけなくて、ただ弁護士だと自分が担当した仕事はもうその人がやるっていう風になって、なかなか他の人に頼みづらいので、あとはもう本当に忙しい時は寝る時間を削る感じでもその仕事が終わればまた一段落すれば休息取ればいいので、そういう風にしてやってました。
なんか追加で頼まれても、あ、これはじゃあもうあの金曜の夜にやろうとか、うん、土曜の朝にやろうとかいう感じで両立してましたね、うんうん、はい、職場の中でそういうこう、まあ、今でいうワークライフバランスみたいなことをこう 話したり共有したりする環境っていうのはあったんですか？でも、なんだろう、はうまいことやってきたって感じですね、うん、周りの人たち、女性の先輩もいて、うん、で、その人たちのこう生き様、働く姿も見て参考にしてましたし、うん、まあ、かといって、あんまりその、なんていうんですかね、やっぱり仕事、面白い仕事のチャンスっていうのもあって、やりたい気持ちも出てくるんですよね。面白い仕事入ると自分もそのチームに入ってやりたいっていう時はやっぱりそれを優先させて、あの他の人にちょっとこう子供を見てもらったりしましたね、はい、自分の親だったり、私は比較的シッターさんとかにもお願いして、あの子供たち見てもらって乗り越えてきた感じです。ありがとうございます。今後そのご自身のキャリアのこうビジョンみたいなものがありましたら、うん、お聞かせください。そうですね、あの大変な仕事なんですけど、まあやりがいもあるので、やっぱり忙しかったり、あ、本当に 手のかかる仕事も多いし、あのプレッシャーかかることも多いので、本当は、はあ、退屈だなっていうぐらいの生活も送りたい気持ちはあるんですけど、うん、そうなるときっと物足りないんだろうなって思うので、もうしばらくあの弁護士としての仕事もして、であの社外役員の仕事もしてるので、そういった形で企業の人と一緒に働く機会は楽しんでいきたいし、あともう一個はあのテニス部だったので、で子育てしてる期間はなかなかテニスは思うようにできなかったものですから、今後もうちょっとテニスもあのやろうと思っていて、であの都内のテニスクラブのメンバーなんですけど、そこにはあの東大のテニス部の先輩もいたりするので、あのそこでもうちょっと楽しくテニスもしようかなと思ってます。すごいハッピーな生活。あ、いやでも大変なんですよ。昨日もあの1時ぐらいまでここまでやろうと思って仕事を片付けて、はい、そういうこともあります。楽しいこと、忙しいことに楽しみを見出されてるからこそなのか、大体の社会人ってそんなもんなのか、やっぱり東大だからこそ責任ある職を任せられる、任されることも多くなるのかななんて考えたりもするんですが、なんか多分私は仕事でとことん力を発揮するのが好きなんだと思います、多分それでやってる感じですね。で、自分で手を抜かないでやり抜いたなっていう仕事のあとは爽やかな独語感があるみたいな感じですね。すごいかっこいいね。あ、いやいやだから、うん、でもあんまり人のため社会のためにはなってないかもしれませんけど、はい、もうちょっとそうですね、あの恵まれてるとは思います。やっぱりすごく、あの大学だって日本で一番有名なところ出てるし、職にも恵まれて、ですごく恵まれてるって思うので、本当はやっぱりあのなんか自分が貢献できることが本当は他にあるんじゃないかなっていう後ろめたさはちょっとありますね。恵まれてるっていうふうにおっしゃっていましたけれど、お話を聞く限りやっぱ東大に入るっていうのが一番その自分のご自身 の, その
今につながる、いわゆる恵まれてることにつながるやっぱ切符だったのかなっていうふうにはすごく思いました。まあ、徳はあると思うんですよね。東大に入って東大を出ましたっていうことの徳は一目置かれるとかねすごいですねみたいな。まあでもどこの大学行っても多分その場でいろんな人間関係に巡り合わせがあって、その場で本当に楽しいこととか将来つながることってその学校学校であると思うんですけどね。東大の環境がすごい合ってらっしゃった。ああ、どうかな。いやでも、どうだろうな。まあでもどの学校出たってあるかもしれませんしね。ただ娘は違う大学行ってますし、そこはそこでなんかあ、そういう感じなんだって言ってすごく楽しそうで、やっぱり違いもあったりすると。面白いなとか羨ましいな、そこの大学でも大学生やってみたかったなと思うこともありますけどね、はい、最後に、はい、お父様から進路に悩む高校生や現役東大生のメッセージを、はい、一言お願いいたします。わかりました。じゃあ高校生に対してはぜひ高校の生活もエンジョイしてもらって、でまあ、受験の時はとても緊張すると思うんですけれども、私も受験の中で数学の時間だけ覚えてて、数学って文系ってこう何回も僕解いたら受かるとか受かんないとか当時も言われてたので、あの場面は覚えてますね。解いて一問解けた、あ、解けたっていうのは。なのでぜひそのプレッシャーかかると思うんですけれどもね、大学受験ってどこを受けるにも。でもなんていうんですかね、あんまり思い詰めず、まあ、普段の生活で遊ぶところは遊んで息抜きして心の健康を保っていただいて受験に臨んでもらったらなと思います。あと大学生にもよく学びよく遊べってよく言うんですけど、やっぱり人間ってちょっと遊びだったりちょっと手抜いちゃったり、まあいいかっていうような力を抜いて、それで本当に力を発揮するときに発揮できる部分もあると思うので、でも24時間全部全力でやるって無理だと思うので、ぜひよく学びよく遊べで生活も楽しんでほしいなと思います。ありがとうございました。